Hi there, it's Masaki. 皆さん、こんにちは。Masaki です。今日は久しぶりに英会話動画をやります。サウンドっていう言葉って、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、音っていう意味ですよね。で、まあ、名詞として音、the sound of music とかっていう意味があって、動詞としてに聞こえるとかっていう意味もあるじゃないですか。例えば、なんかアイディアをもらって、Oh, that sounds good.いいねとか何々のように聞こえますよって例えば It sounds like you're defending sexism 性差別を擁護しているようになんか聞こえますよあなたの言ってることがっていうような表現もありますでもう一個形容詞のサウンドっていうのがあってそれどういうのか説明してみたいと思いますで形容詞のサウンドの説明をする前にまず valid という言葉が何を意味するのかっていうのを説明してから形容詞のサウンドの説明に行きますValid はよく有効であるっていうような意味で使われます。例えば割引券が有効とかっていう時にそれは valid だねって言います。あとはまあ妥当とかっていう意味もあって、もう一つ論理構造がしっかりしてるみたいな意味もあるんですよ。で論理って基本的に例えば A かつ B かつ C だったら D ですみたいなそういう構造のことを論理構造っていうじゃないですか。例えばまさきは日本人です。日本人はわさびが好きです。だからまさきはわさびが好きですみたいな私が日本人であることと日本人はわさびが好きであることが両方とも真実だったら私はわさびが好きだっていうのも真実になるはずですよねその論理構造がちゃんとしてるやつのことを valid な論理 valid な argument ってよく言います一個の論理のねこう結論とその前提となるもののセットのことを argument と言いますでその論理構造が正しくちゃんと理由と結論になってればそれは valid な argument ですねっていうふうに言うんですねだけど私わさび嫌いなんですよってことは今の論理構造何かが間違ってるわけですよねでも論理構造自体は合ってるだって私日本人で日本人がわさび好きだったら私わさび好きに決まってるじゃないですか何かがおかしいそれはまず私が日本人であるかどうかあと日本人がわさびが好きかどうかこの前提となるもの自体が嘘だったら間違ってたら論理構造が正しくても全体の論理アーギュメントは正しくないですよね私はちなみに日本人なんですけど日本人日本パスポート持ってるし親族の中には、まあ、いろんな国籍だったりいろんなルーツの人がいるんですけど私の先祖に限っては知る限り日本人なんですよねだからこっちはまあ合ってるとでこっちのじゃあ日本人がわさび好きってのがあったのかっていうと多分これがだからおかしかったんですよね日本人がわさびが好きだっていうのは、まあ、そういう人もいるけど嫌いな人もいるよねっていうこれが間違ってたからこれアーギュメントが間違ってたわけですそういう前提が間違ってる一個でも間違ってるようなアーギュメントのことをアンサウンドなアーギュメントって言いますサウンドじゃないつまりサウンドっていうのは前提が全て合っていて論理構造が合ってるようなアーギュメントのことをサウンドアーギュメントって言うんですよここで一つ例を出します自民党の衆議院議員の杉田水脈さんが LGBT とか同性愛者のことについて差別的なことを言って、まあ、炎上してで今すごい抗議活動とかがいろんな各地で行われてるんですけどその彼女のアーギュメントを一つ取り上げてサウンドとヴァリッドの意味を説明したいと思います杉田さんの言ってることって、まあ、結構いっぱいあるんですけど「日いずる国より」っていう番組で彼女が言ってたことの中で特に学校教育で LGBT の知識を教えるべきかどうかっていうポイントに絞ってその部分をこう抜粋して動画にしてくれた人が、まあ、Twitter 上にいたので、まあ、リンク概要欄に貼っておきますけどその動画の中で言ってることに限定して学校教育に関してだけピックアップしましたこの図に、まあ、彼女のポイントをいくつか出してますで彼女の結論としてはこの LGBT の知識を学校教育で教えるべきではないっていうこれが結論なんですよね結論のことをちなみに英語ではコンクルージョンと言いますでこのコンクルージョンの前提となるもの前提はアサンプションズと言いますまあ、複数だったらアサンプションズ基本的に複数あるものなのでだからアサンプションズですねでこのコンクルージョンに至るための前提がどれなのかなっていうとこれが
彼女が言ってる根拠、まあ、根拠って考えてもいいですね。この前提っていうのはね、根拠です。この4つが根拠として挙げられてるんですよ。で、普通アーギュメントってこうやってもコンクルージョンがあったとしたら、アサンプションが複数こうあるわけですよね。で、1個のアサンプションからこうやって1個のコンクルージョンにポンって飛ぶことってのはあんまりなくて、普通はこう例えばこんな風にこれとこれで言えることができて、それとこれを組み合わせるとこのコンクルージョンになるみたいな、そういう風に論理構造って基本的にはできるんですね。なんでかっていうと、この1個のことが言えるだけでこのことが言える、そんなことってあんまりないので、そういう風に見えたとしてもこの下にあるとかね、何かがとか、あのこれだけで言ってるように見えるけど実際はもう一個あって、それが多くの人が前提としてるものだから、あの省略されてるだけとか。なのでアサンプションは基本的には複数ってさっき言いましたけど、本来だったらこれはこう、例えばこうなってこうなって、でこれとこれが合わさってこれになるみたいなのが、まあ、普通の論理構造のあり方なんですけど、ちょっとね、考えてみたんだ、これどういう風につながってんのかなって。そしたらこれね、なんとびっくりね、こうなってるんですよね。これ同士とか、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 あ、俺か、これ同士とか、これ同士とかっていうのが全然関連してないの。一個一個バラバラになんかこうなってるの。じゃあまあいいでしょうよと。これ一個一個がこういう風になってるとして、じゃあそれぞれがこういうね、これが一個のアーギュメントになるわけですよ。で、これも1個のアーギュメントになるわけですよ。1個で済んでんだから、これでも1個のアーギュメントでしょ。じゃあその1個1個のアーギュメントが果たしてバリッドなのか、そしてサウンドなのか。サウンドであるためにはバリッドじゃないといけないんですよ。論理構造が OK でっていうのがバリッドですよね。で、サウンドってのはバリッドかつこのこれとこれが前提となるアサンプションズが正しくなきゃいけない。正しいイコール True って言います。正しくない場合は False。 True でかつこの論理構造が合ってるものをサウンドというわけです。じゃあバリッドなのかい、サウンドなのかい、どうなんだい。これ1個目まず見てみましょう。じゃあまずバリッドかどうか、これからこれに論理的につながるか。正直ここさ、いきなりつながんないと思わない？多分つなげるために必要なもう1個の前提が隠れてるんだよね。本人が思ってることで、多分他の保守の人は思ってるであろうことが省略されてるんだよね。ここに入るのは多分生産性がない人のために税金を使うことは正当じゃないっていうのがあって、初めてこれとこれが合わさってこの結論に行くわけですよ。まあ、だからこれ省略されてるけども、まあ、これをね受け入れる人が多い場所でね話してるから、番組が話してるから、一応あれなのかな、おまけでねバリッドにしてあげましょう。じゃあ1番のこれはバリッド、1番バリッドです。2番いきましょう。2番がこう行くか、教員の負担増加になる、果たして学校で LGBT の知識を教えるべきではないっていう結論に導かれるか、一発で。教員の負担の増加になることはすべきではないみたいな、もう一個あればこういう風につけていけるかな。でもさ、教員の負担増加になることはしてはいけないっていう前提ってさ、この保守の人たちの杉田水脈と、まあ、同じようなことを考えてる人たちの間でも別に共有されてないよね、多分。だって教員の負担増加になるようなことってさ、させてない？学校の教員にいっぱい。これがだから本当、果たして省略されてるって言っていいのかどうか分かんないよね。これがないんだったら、これ完全にバリッドじゃないよね。バリッドじゃないっていうのはね、インバリッドって言うんですけど、インバリッドだよね。じゃあ次に、教員が誤った知識を教える可能性があるっていうのも根拠として出してるんですけど、でこれがだからこうね、学校で LGBT を教えるべきじゃないっていうのに行くかどうか、これもやっぱりもう一個何かが隠れてるよね。教員が誤った知識を教える可能性があることは教えてはいけないみたいな、これがあれば、まあこれはバリッドでしょう。教員が誤った知識を教える可能性があって、それが教えちゃダメなんだったら、それはもちろん学校で教えちゃダメだもんね。ただこれもやっぱり隠れてる、省略されてる前提ってのが本当に省略されてるのか、ちょっと疑問じゃないですか。だって誤った知識を教える可能性がある
ものって何でもそうじゃない？数学だってね、何もできなくなっちゃうもんね。これは多分省略されてないわけですよ、杉田水脈さんの中でも。ってことはこの論理もこれインバリッドですね。4番、これね、なんか本人が女子校にいた時に かっこいい先輩とかにラブレターとか書いたりしたみたいな、そういうことってあるけどみたいな、でも学校で教えちゃうと LGBT をなんかいいんだみたいになっちゃって、異性愛に戻れる子も同性愛者になっちゃうって言ってるんですよ。サウンドかどうか一回置いといて、まずバリッドかどうかを見る。性的指向は教育で変えられるっていうのがまず一個の前提としてありますね。あ、これ珍しくこう一個一個のパターンか、なんかあるかもしれないけどちょっと今思いつかない。これはまあいいでしょう。ちっちゃいアーギュメントみたいなのがここで出てるわけですよね。で、他にもここにも隠れてるな。政府は同性愛者が増えることにつながるようなことをしてはいけないっていうのがあると、これとこれでこういうふうに矢印が引ける。だからこれとこれの前提が省略されてるんだったらば、まあ、バリッドでいいでしょうよと。まあ、政府が同性愛者が増えるようなことをしない方がいいっていうのは保守的には思われてることだから、これは省略されてるとしましょう。性的指向は変化が可能である。これもまあそういうの思ってる人多いんじゃないかな。なんか直せるとかと思ってる人多いだろうから、保守系には。これとこれはもちろん保守系のね、人たちの中では省略されてるとして、おまけでね、してあげて、で、まあ、バリッドでいいよと。いうことにしましょう。バリッドが2個あるんで、これについては、サウンドかどうかを今度は見てみましょうと。インバリッドで意味なくなっちゃったこの2番と3番、消しちゃいましょうね。これはもうダメだから、議論として。じゃあ、バリッドなこのアーギュメント。において1個目は同性愛者は生産性がないっていう前提で、2個目が生産性がない人には税金を使うことに正当性がないっていう、この2個目の前提、前提 A 前提 B としましょう。この A と B が正しいかどうか、さっき言いましたね、正しいっていうか真偽の英語は true か false、 こっちが真ですね、でこっちが偽を見る。これがだから両方とも true だったら、このアーギュメントはサウンドだということになります。 true かな。まず今まで同性のパートナーとまあなんか生涯を遂げるみたいなことってそんなになくて、どっちかっていうと多かった、私の親の世代ぐらいまでは多分多かったんじゃないかな、異性と結婚して子供を産んでまあ家庭を作るみたいな人が多かったんですよ。まあ、歴史的に見て今まで全然その生産性がないと、そのこの杉田さんが言ってるのはね、生殖に結びつくような行為を異性のパートナーとしないっていう、パートナーとしないっていうことですから、生産性がないっていうのは今まではそんなことはないよっていうのがまず1点と、あと若い人でも子供がいる人で、ああ自分はレズビアンだったって気が付く人とか、自分はゲイだったって思う人とかもいるし、同性愛者でもね、子供を作ったことがあるって人は いたりします、若い人でも。なので、まあ、同性愛者は生産性がないって言い切るっていうのはまず間違ってるし、あとはその生産性っていうのをどう考えるかなんですよね。例えばあまり生物学的な話とかって好きじゃないんですけど、生物学においても、まあ、種の保存みたいなのが、まあ、そのために進化してきてみたいな話があるじゃないですか、進化論が。進化論においても基本的に環境に適応して種の保存に有利なように進化してきてるので、動物っていうのは人間も含めて。だから一定の割合性的な関わりを同性と結ぶっていうのが一定の割合発生する、発生って言葉はあまり好きじゃないけど、まあ、主としてね、全体としてね、一部そういう行動が見られるとしたらば、それはそれも種の保存に有利な何か理由があるはずっていうふうに考える、まあ、考え方があるわけですよ。いることがむしろ種の保存に役に立ってる可能性がある。役に立ってると別に役に立ってなかろうがあろうが別に私は関係ないんだけど、進化論的な考え方で言えばその一定の割合いることが意味があるっていうふうに考えることができるんですよ。仮説だけど、子供がいる異性のカップルの例えば兄弟とか未婚の同性愛者がいたとして、がその子供の養育に関わらないわけじゃないじゃないですか。もう関わる人いっぱいいるじゃないですか。そういうのが例えば役に立ってるのかもしれないねとかいう考え方もあるわけです。だから種の保存の目的にそぐわないどころか、それを邪魔するような阻害するような存在だとしたらば、同性愛者が進化論的にはそういう減ってるはずなんですよね、どん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 。でもそうじゃないってことはむしろ必要なんじゃないっていう考え方もできる。だからまあ生物学のその進化論をね信じなかったとしても、まあ生産性がないっていうのも実際子供がいる同性愛者いっぱいいるので間違ってるので、これが1個目のこの A の、ちょっと見づらくなったら色変えますけど、 A のこの前提は
true じゃなくて false ですねとなります。まあ一個でも前提が false だったら、それはその全体のアーギュメントはサウンドじゃなくなっちゃうんだけど、一応じゃあこっちも見てみましょう。生産性がない人には税金を使う正当性がないっていう、これ多分今批判されてることのなんか根幹にあるものですよね。生産性がないと税金を使われて、そう、生産性がなかったら税金使わないってさ、そんなもんじゃないでしょ。税金って偏りをなくすためのものでしょ。税金って金がある人間だけが例えば通れる道を作るとかさ、買っちゃって土地をじゃなくて、基本的に道路は公共のものでみたいな、そういうためのものじゃん税金って。だからこれは明らかにフォースですよね。これもね、でフォースとフォース、もう2個もあるから、もう完全っていうか別に1個でも完全にサウンドじゃないんだけど、もう2個もあって、もうどう考えてもこれはアンサウンドですね。サウンドの反対、アンサウンド。このアーギュメントはアンサウンドです。もうおまけでね、バリッドにしたからじゃん、1個補足して前提を。バリッドかもしんないけどアンサウンドだからダメです。じゃあ次にこっちの赤い方、バリッドだけどもじゃあサウンドかしら。政府は同性愛者が増えるようなことをしてはいけない。これはただ単に杉田さんがそう思ってるとか、その周りの保守の人が思ってるとか、信念の話なので基本的にこれ価値判断ですよね。だからまあ true じゃないよと。フォースって言えるかっつったらちょっと分かんないけど、 true じゃないものは基本的にフォース扱いなのでダメです。じゃあ次こっちの性的指向は教育で変化できるかっていう、変化させることができるか。基本的に性的指向にしてもセクシュアリティ全体何にしても変化することはあります。でも大概勝手に変化するんですよね。自分の意思とか人の意思で変わることがあんまりなくて、あんまりなくてっていうか、なんか同性愛は良くないと思われてたから、基本的に同性愛者の人とか、まあ他の同性愛、今同性愛って呼ばれるようなねものに限らず、今だったらトランスジェンダーって言われるような人も含めて、強制され直すみたいな、もう教育どころか、なんかもう脳に電気流して直すみたいなことをやってきた時代があるわけですよね。その時代のいろんな試みが全部まあ失敗に終わってるわけですよ。全然治んねえの。治るっていう言葉も好きじゃないけど、基本的に性的指向のセクシュアリティにしても周りから変化をねさせようっていう風にして成功することはなくて、だからこの学校でちょっと LGBT のことを教えたぐらいで、その変化するっていうのもすごい、なんかすごい柔軟なセクシュアリティのことを、ね、解釈してなって思うんですけど、まあ、そんなに柔軟じゃないです。なのでこれはフォースですね。でこれは当然これフォースから来てるやつだから、これもフォースですよね。でこれがフォースですよ、この上のやつが。政府は同性者が増えることしちゃいけないっていうの。バリッドかもしんないよ、おまけしてあげれば。この2個のね、前提をおまけしてあげれば。でも、全部間違ってるから。全部フォースだから。まあ1個でもフォースだったらダメなんだけど、まあ、とにかく全部フォースですよ。だからこのアーギュメントはアンサウンドです。ダメー。理論としてダメです。何が起きてるかって言いますとね、結局ね、バーって消してますけど、これ消すの大変だな。いいよこんなもんで。結局これもアンサウンド、これはインバリッド、これもインバリッド、これはアンサウンド、全部ダメなの。これ全部間違ってるのよ。バリッドでもねえし、サウンドでもない。よくこんなむちゃくちゃな話をさ、番組でさ堂々と話ができるなと思うけど、でもう一個ね、ちょっとねこの人のね、その論理性においてね、面白いっつうかすげえなと思うのが、これ今触れてなかった右上のこの優先順位が低いってやつなんですけど、優先順位が低いものの行動って行動していいんじゃねん、それ。何が言いたいかっていうと、このね、こっちの結論ではさ、べきではないっつってね、教えるべきじゃないっつってね、日本語難しいけど、これって教えないべきだってことでしょ。何、教えるべきではないけど教えてもいいとか、そういう話じゃないじゃん、この人が言ってるのは。教えないべきだっていう話じゃん、この人が言ってるのは。教えないべきなことを優先順位が低いって言うのっておかしくない？優先順位が低いことってさ、なんかやって OK じゃないものは含まれないよね、基本的に。やっちゃダメなものはさ、優先順位とか、優先順位に入ってランク外じゃん。で、優先順位が低いって表現を使ってるってことは、なんか、やってもいいと思ってんのかと。でもこの人、やっちゃダメってみたいな話をずっとしてるわけじゃん。でこれ矛盾してるわけですよ、この二つが。何が言いてるのか分かんないわけ、ここで。何が言いてるのか分かんなくなっちゃってる理由ってのは多分ね、よく考えてないんだと思うの。LGBT の知識を学校教育で教えることについて、多分ね、本当に子供たちのことを思って言ってるわけじゃないから、本当にだってさ、子供たちのことを思ってさ、教えないべきだと思ってたらしたらさ、優先順位の話しないはずじゃん。しちゃダメなんだから、この人の中では。しちゃダメなことをさ、優先順位が低いってさ、じゃあ余裕があったらやっていいんかって話じゃん。この人の中ではやっちゃダメなんでしょ。でもやっちゃダメって本当に子供のこと思ってるんじゃなくて、こういう主張をしたいだけだから、こういう話ができたわけ、優先順位の話が。でこういう話をするためにいろんな、なんか根拠みたいなものをかき集めて、こういうねバカみたいな論理を出してきてるだけなのよ。これハリボテみたいな論理でね、
これが言いたいだけ、この結論が言いたいだけなの、これ、これ、あの、見えなくなっちゃった。この結論が言いたいだけ。それを主張しているっていうことを表に出したいだけ。というわけで、まあ、サウンドという言葉のね、形容詞の意味を勉強しましたけれども、まあ、明らかな通り、別にサウンドという英単語のね、意味を伝えるのがメインではなくて、杉田美穂さんっていう人の言ってることがいかにむちゃくちゃかって話がしたくて、なんか英会話動画にできないかなと思って無理やりやっただけなんですけど、まあそんなわけでね、とんでもない話なわけですよ、杉田美穂さんが言ってることっていうのは。そんなわけで、今日の動画はおしまいでございます。見てくれてありがとうございます。高評価も嬉しいし、チャンネル登録が一番嬉しいかな。もし気に入ったらしてください。で、あ、ツイッターとかシェアしてくれるととても喜びます。ぜひよろしくお願いします。あとインスタグラムで最近イラストをね出したりとかしてるので、それもよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。では、まさきでした。バイバイ。日本人がわさびです。